薪を割って火を起こせ自給自足バーベキュー。おーいしょ。こっちまで運んできてくれるとさ。よいしょよいしょ。やりたい。おいしょ。今週も始まりました。サイバーチャットアンドリーくん。よいしょ。よいしょ。イエーイ。みんな眠いのに無理にぶち上げてんじゃん。いいね。どうも MC のアントニーです。お願いします。そしてハルカです。お願いします。イエーイ、ハルカちゃん。そして日の丸背負ったエロスミカティリターンズです。リターンズ帰ってきたミカティ。帰ってきたミカティ。そしてチームで一番大きいジュノンです。イエーイ、お願いします。ただね、ジュノンさん、チームで一番大きいって、まあそうかもしれないですけど、はい、今日やっぱヒールじゃないんで、はい、なんかあんまデカさ感じてないですよ。本当ですか。で、俺ジュノンちゃんって私服の時、はい、大してデカくないなっていつも思うんだよ。なんかちょっとドキキュンです。さあ、今日はちょっとスタジオを飛び出しまして、はい、まあね、ちょっと朝早くから、まあそんなめっちゃ早いわけでもないんですけどね。9時集合、一元だった。まあ9時集合、まあそうですね。やっぱ夜行性の我々からしたら、やや早い。クラブのダンスチームですよ我々。まあそうですよね。で、まあ9時にね、渋谷で、集合しまして、こう埼玉県ですよね、東京都面積のね、川口市の、うん、こちらはですね、伐採事業をやられてる、まあ、株式会社日清グリーンさんだったかなっていう会社さんの、はい、まあ、本当に今何の敷地っていうね、このスペースにいますけど、うん、どうですか、何すると思います、今日はるかちゃん。でも後ろにめっちゃ木あるんで、うん、これから DIY。 ああ、ここからさあ、じゃあ、今回の企画を発表いたしましょう。今回の企画はこちら、薪を割って火を起こせ自給自足バーベキュー。自給自足よ。てめえらなんてさ、誰かにさ焼いてもらったさ、楽勝なバーベキューしかしてねえだろ。こっちまで運んできてくれるとさ。食べる担当、やってくれる男性が好き。ああ、だからそう、もうやってくれる男性が好きとか、もうそういう時代じゃないから。うるせえ。ということで、今日はもう一からみんなでもう本当に薪を割って火も起こして、でも最後バーベキューできますんで、やるー、はい、ちょっとまあこちらでね、こう伐採事業で、まあ、木がいっぱいあるみたいなんで、そっから薪を割って火を起こしてバーベしましょう。よっしゃー、サイバーちゃんとアンドリー君。さあ、もうマジで薪を割ってこっからやるんで、まずは私の巻き割りを見といてください。なんかちょっと犯罪者みたいなね。いや、犯罪者だとしたらまんますぎるだろ。まあ見といてよ。よし。すごい、怖い。いきます。うわ、あ、意外といかない。むず。あ、意外といかないね。軽すくやりすぎたかな。もうがっつりバーンいっちゃっていいですか。よし、いきますよ。はい、よし。よし。チャラい巻き割りじゃん。一個割りで、うえー、かわいい、かわいい、美味しそう、食べ残りや、ね、美味しそう。マジで寿司屋のカウンターじゃん。タイタニックの斧を使って、そんなシーンあった？マジで全然覚えてない、そんなに。知らないから、誰も脱出するだけだ。あ、そうです、そのシーンをちょっと思い出して、愛情込めて。いいね、ナイスデカプリオ。いきます、せーの。わあ、人にない、頑張れ、よいしょ。おー、いいじゃん、きれい、すごい、ごぼうみたい、いい感じに、あ、いい感じに、いい感じに、すごい、上手だね、重い、よし、やってみます。割りかし力を入れて、はい、割りかし力、はい、やばい、おー、
すぐ倒れるんだから。いきます。はい。やばそう。こういうの不器用な女の子って可愛いですよね。可愛いよね。帰りたい。帰りたいじゃない。ね、おい。本当に無理。力入れて。うわあ、もういける、もういける。よし、力入れて。うわあ。頑張れ、いけ。じゃあ師匠、一回、一回これ、一回やってみますね。そんなの割れちゃうよ、プロフェッショナルだもんだって。師匠。すごい。なるほど。私の無念を晴らしてくれた。ちょっとなんかかっこいいとこ見せつけようみたいなのあったんじゃない？なんか。結構重そうだった。かっこいい、かっこいい。すごい。もう練習終わったからもう思いっきり。はい、行きます。よいしょ。よいしょ。行きます。そうだ、このも全部いっちゃうぐらいの。わかりました。よいしょ。よいしょ。よし。よいしょ、よいしょ。終われた。やっと終われたぜ。やっと帰れる。まだまだここからの。よいしょ、よかったよかった。行きまーす。頑張れ。せーの。おー、ああ惜しい。違うとこ行った。もう一発、もう一発。真ん中に、真ん中に。いや。おー、惜しい。いった。あ、あ。一回も真ん中に当たってないかよ。ご飯。うわ、これダメです、ダメです。これ何ですか、ご飯って言いません。お肉、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 お肉。よし、行くよ。頑張って。あー、もういい感じ、いい感じ。もう行く、もう行く。あと2個欲求も。おおおおえ、普段はこの木から何か作ってるんですか？はい、もういろんなものを作ってるんですけど、こういう薪も作ってますし、うん、この薪、幹の部分じゃないところは肥料とか。あー、なるほどね。はい、その農作物に使えるような肥料とかも作ってます。へー、はい、じゃあちょっとガンガンやっていきますよ。うわー、かっこいい。うわー、かっこいい。あ、腰やった。うん、かわいいよ。似合ってるね。おお、いいんじゃない、いいんじゃない。ああ、でもクスって感じ。一つだけ聞きたいことあるんだけど、違ったらなんかごめんなんだけど、すごくノーブラに見える。え、ああ、今、あ、なんか角度によってノーブラに見えたから、淫乱な女だなと思って。いやね。ああ、惜しい。硬いよね。硬いです。巻き終わるよ。よいしょ。頑張れ。よいしょ。オッケー。いいんじゃない、いいんじゃない。アンドリー君。はい、ということで、巻き終わっていただきましたが、いかがでした、皆さん。難しい。難しい。まあ、確か思ったよりね。難しかった。でも、なんかこの割れた時の気持ちいい感じ。私、香りもめっちゃいい香りだった。スカッとした。このさ、木の香りのトイレあるよね。知らない、なんか。なんか、飯屋とかでない木の香りがするさ。ヒノキ的な。ヒノキ、そうそう、ヒノキ的な。ヒノキって木？ヒノって木じゃない？ヒノキの木はもう木だと思う。あ、なるほどなるほどね。だからすごいこの香りもいいし、なんか楽しかったですね。いや、今日も素晴らしかったですね。本当素敵な企画ありがとうございました。じゃあお疲れ様です。誰がこれだけを見たい？で、こっからどうすんのよ。はい、こっから皆さんお肉食べたいですか？はい。え、今度牛狩りとかじゃないですか？いやいや、それはさすがに牛締めるところから。今度火起こしを。え、あ、こういうやつ？ちょっとそれも楽しみにしてて。その、令和4年に誰がこうやるの？現地人の。まあ、じゃあちょっとこのバーベキューの火起こし、ちょっとじゃあやっていきましょう。お願いします。よっしゃ。スタイバーさんとアンドリー君。それはさ、大根の皮むきやってる？なんか人参とか。かれこれ5分やってます。そうだ、ちょっと交代して。これをどこでもカチカチするの？ちょっと、あ、そうそうそう。ごめんごめん。ジョンさん、ジョンから取れたエクステみたいな。いや、それ覚えてないんだよ。なんかこれ楽屋で見たことあるなと思って。いや、よく抜ける、よく抜けるやつだ。よく抜けるやつだ。こっちの方がいけんじゃない？やめてよ。ほん
なむずい。交代でーす。交代でーす。どうぞ。もうダメだ。帰る。やばいぞ。雨降ってきたぞ。やばい。天からの恵みです、ね。すごいな。頑張れ。頑張ります。あ、ジョナンのエクステが。はい、ミカティ行って。交代です。意外と意外とブキッチョ。私って何もできないのかもしれない。さあ一周回ってきました。おっ、やば。おお、来たぞ来たぞ、火ついたぞ。これをこうですよね。火が消えないように、この火を絶やさないでくれ。朝がかりならやります。ねえ、早くしてよ、お腹減ったよ。はい、ということで皆さん薪割りと火起こしお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。もう肉食うのみタレの準備だよ。ありがとう、ありがとうパパ、ありがとうダディ、イエーイ。てかこれめっちゃ豪華じゃないですか。そう、豪華、ね、豪華すぎてやばいんだが、これ何、お肉どこからパクってきたの。あの元屋さんっていう、あー渋谷のね、渋谷と足立区にある。お肉に感動した。はい、あれでしょ、こないだハンバーガーでもお世話になった。そうです、そうです、あー今だからズブズブの関係です。へー、元屋さん、はい、元屋さんのお肉をちょっと今日ご提供いただきました。うわー、ありがとうございます。元屋ありがとう。ここから僕らが焼きますので、うん、皆さんはちょっと美味しいもの食べながらフリートークをしてください。いいの、いいの、なんか悪いね、なんかてめえらなんてさ、誰かにさ焼いてもらったさ楽勝なバーベキューしかしてねえだろ。いや、マジでトーク使えなかったりしたら肉代返してもらいますから。やばいやばい、何話せばいいの。元屋さんでバイトします。なるほど、ね、皿洗います。皿洗います。1日元屋でバイト企画もお願いします。確かに、まあ、バイト企画やりたいよね。やりたい、バイト。でもその前バイト代はいただくんで。なんで？え？いや、いただく、俺はいただくけど。あ、じゃああなたたちはただ働きでいいですね。いただきます。いや、えって言いましたよ。えって言いましたよ。バイトなんてでももう最後にしてたらいつぐらいなのみんな。それこそ。その辺僕じゃあお肉焼くんでフリートーク。ああ、フリートークですよ。うわ、うん、まー。アメリカってどう、盛り上がりまくり？もう完全に元通りです。うん、ジュノンって趣味多くね？ジュノンは好奇心旺盛。いや、旺盛なんですよ。私はキャマ嬢はしたかったです。おー、貫通して